い、こちらは日立市にあります日立シビックセンター科学館にやってきています。今日は平日ということでもあるんですけれども、小学生の皆さんが遠足に訪れているということで大変にぎわっています。さあ、今日のこの時間なんですが、現在こちらで開催中の企画展、ノーベル賞を受賞した日本の科学者についてお話を伺っていきたいと思います。お話は日立シビックセンターの高垣克弘さんです。よろしくお願いします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。今私たちの立っているところの裏手にパネル展が開催されていまして、はい、こちらのパネルで日本を代表する科学者の皆さんがずらっと紹介されているわけなんですが、はい、総勢何名なんですか？総勢16名です。16名、はい、やはり科学館ということで、はい、日本でノーベル賞を受賞した科学者の皆さんが16名いらっしゃるということですよね。はい、その通りでございます。はい、これ現在開催中ということなんですが、ここに来られた皆さん、これをまず見てどのような声発していらっしゃいますか？そうですね、やはりそのノーベル賞を取った科学者でも私たちと同じように小さい頃は不思議に思ったり、謎が解けたらああよかったな、不思議だなって思うことがやはりたくさんあるんだなってことを やはり皆さんおっしゃいますね。なるほど。でまずはこの企画展の内容について伺っていきたいと思うんですが、はい、今回はどのような展示がされているんでしょうか？はい、今年はですね、ノーベル賞を受賞した日本の科学者、このですね、その人物に迫るエピソード、ね、うん、そしてその研究内容、その両方が紹介されています。なるほど。はい、今私たちは一番の初めの部分に立っているんですが、これ今いるところがスタート地点で、これから奥に向かって進んでいきますと、去年、ノーベル賞を受賞しました山中伸弥先生の研究までたどり着くという、はい、こういった工程になっています。まずは湯川秀樹先生のこの研究から始めていきましょうか。そうです。1949年のノーベル物理学賞を受賞した先生です。ですね、やはりここはですね、今の基本になっている原理ですね、その原子のやはり中間子理論っていう、はい、原子核の中の陽子中性子があるというのはもうやはり今はもう皆さん知ってるんですが、じゃあそれがどうしてくっついていられるのかっていうのは、やはりこの時代やはりまだ謎だったんですね。はい、それをやはり研究をして解いたということでノーベル賞を受賞しました。なるほど。もう今ですと中学校、高校、そして大学の教科書、テキストなどでこういった量子力学のお話っていうのはよく出てくるところだと思うんですけれども、ね、はい、この湯川先生のこういった研究、そして功績があったからこそ今私たちの生活があるって言っても過言ではないですね。そうですね、やはりその物理のやはり基本中の基本ですからね、原子というのは、この原子の中がどうなってるっていうのは、その後いろんなやはりその量子の中身がどうなってるっていうのは、やはり湯川さんがこれを発見したからこそ、やはりその後の研究が続いたってことがありますから、はい、こうした科学者の皆さんの、した功績ですとか、あとはこういった研究のきっかけになるようなところに関してはいろんなところで展示はされているかと思うんですが、今回の展示はこの人柄に迫るようなそういった部分の展示が多くされているというところですね。そうですね、例えばその湯川さんなんていうのは奥様にせかされて英語の論文を書いて、それがきっかけでノーベル賞を受かったという、はい、受賞したというのが、やはりなかなかそういうところってあまりこのクローズアップはされない部分だと思うんですよね。そういうその人物、こういう人物だったのかなっていう、そういうエピソードを混ぜながら、はい、こういう理論でノーベル賞を受賞したというところをやはり見ていただきたいポイントです。この研究の内容に関しても分かりやすく絵や図を用いて書いてあるんですけれども、はい、小さい子が見てもちょっと楽しいような、そういったキャラクターが登場するなど分かりやすいですよね。はい、なるべく、ね、小さい方から見ていただいて分かりやすく原理が分かるように絵も入っておりますので、ぜひそのあたりもよく見ていただきたいポイントになります。このパネルの下の部分にはケースに入った展示台が置かれていまして、その中にはこれガラスケースのようなものになっているんですが、そうですね、はい、この中に実際に研究者同士でやり取りした手紙の内容ですとか、はい、論文のレプリカなどが置いてありますよね。はい、そうです、なかなかその原本、こういうふうにその科学者が直に書いた原本ってなかなか見ることできないので、はい、こういうふうに書いてるんだなっていうのをやはりそこ見ていただきたいポイントですね。でも本当にすごい研究者の方っていうのはバックグラウンドもすごいのかなと思っていたら、意外と小さな発見をずっとこう調べ続けていた、黙々と作業に徹する方が多いんですね。そうですね、ふとしたもの、本当にその
例えば外に出て、はい、なんでこれこうなってんだろうっていうのをやっぱりきっかけをその掴む人と掴まない人、そこがやっぱりそのポイントなのかなという、はい、不思議なと思うことをやはりそこを突き詰めていくと、やはりそれがたくさん増えていって、それが知識になって勉強をしてノーベル賞を受賞できるのかなと、やはりそういうふうに私は思いますね。なるほど。ではちょっと高垣さんと奥の展示コーナーまでちょっと進んでいきましょうか、はい、この後順を追ってこうだんだんこう年齢も若くなっていくわけなんですけれども、ね、はいはい、白川秀樹さんがいらっしゃったり、はい、あとは野依良治先生もいらっしゃいますね。そうですね、うん、やはりどっちか田中さんもね、随分ニュースとかにね、そうですね、いらっしゃって、はい、2002年にノーベル化学賞を化学賞の方ですよ ね、 そうですね、はい、こちらを、取られました田中光一先生なんですけれども、田中さんも本当に話題になって、特に企業の研究員から取られたっていうところが大きいですよね。ね、そのこういう心の中を見ていくと、やはりその失敗、やっぱり失敗があってこそ、うん、成功があったっていうことがよくわかる展示になってますね。やっぱりこういった研究所でずっと研究されている方、あとは大学の研究室にいらっしゃった方、はい、いろんな方いらっしゃいますけれども、やっぱり皆さんがこうやり取りしているノートですとか手紙などを見ていますと、研究者同士のつながりですとか、はい、その研究所の皆さんとのチームワークみたいなものも感じますね。そうですね、やはりその一人ではなかなかやはりその研究はうまくいかないんですよね。やっぱりそのチームワークっていうところがやっぱり重要なポイントだと思います。ああ、なるほど。そして高垣さんが一押しだという、はい、高垣さんが大好きな山中伸弥教授のブースに行ってみましょう、はいはい、山中伸弥教授のこの研究 iPS 細胞、この言葉も非常に有名になりましたね。そうですね、随分ニュースで流れましたから、もう皆さん知っているんじゃないですかね。その iPS の、ね、小さい i がどうしてその小さい i になったとか、随分なんかニュースで流れましたからね。うん、はい、そういった山中先生のお人柄に触れるようなそういった展示ももちろんあるんですが、はい、iPS 細胞とは一体どういう細胞で、今後どんな研究開発が進んでいくのかっていうところもパネル展でよく見ることができますね。そうですね、やはりその将来的にもっともっと膨らんでね、今治せない病気とかももしかしてね、簡単に治せるようができるようになるかもしれないというところで、うん、はい、やはりこういうところを見るとワクワクしますね。普段科学あんまり好きじゃないんだよなっていう方が多分ご覧になっても、あれ自分の体にも関係してくるのかなっていう感じはしますもんね。そうですよね、やはり自分、ね、将来的にどうなるかまだ分からないですからね、うん、で万が一その病気になった時に、ね、それが治るよとやはり言われるのとね、うん、やはりそこはやっぱりこう大きな違いがあるので、やはりもっともっと研究をしてもらって、将来ね、治せない病気とかがなくなるようになってもらいたいなと思いますね。なんかこう日本の社会もこう子どもたちの発見だったりとか、はい、好奇心をもっとこう育てる社会になるといいですよね。そうですね、はい、今回のこちらの日立シビックセンター科学館で行われていますノーベル賞を受賞した日本の科学者展は、このあと6月23日日曜日まで開催されています。こちら入館は午前10時から夕方の6時まで、入館は夕方の5時までとなっていますので、お早めにご覧ください。さあ他にもですね、科学館ではさまざまなイベント、はい、催し物が催される予定だということなんですが、はい、ですね、こちら の、 その展示に合わせまして、実は特別再演賞というのを予定しております。はいはい、実はですね、来館された子どもたちから日常疑問に思っていること、うん、不思議なと思っていることアンケートを取ったんですよ、はい、例えば本当に空はなんで青いのかなって、本当単純なことなんですよ、はい、じゃあそれをじゃあ私たちが実際に実験をして、こうだから青く見えるんだよというのをぜひ実験を見ていただいて納得してもらうという実験ショーを今計画しております。なるほど、楽しみですね、はい、子どもたちの素朴な疑問が解明されるかもしれないということですね。そうですね、はいはい、ではぜひですね、リスナーの皆さん、はい、そしてこの放送を聞いている子どもたちにメッセージをお願いいたします。はい、はい、ですね、やはりそのノーベル賞を取った科学者たちも日常的なその不思議、はい、それをなんで不思議なんだろう、なんでかなってやはり思うところから自分で調べて研究をして発見をして分かったっていう、はい、そこのやはり積み重ねだと思うんですよ、はい、今小学生とかも不思議なと思ったことをやはり自分でやっぱり調べて発見してもらいたいなと思います、はい、そこからやはりたくさん、はい、発見があって、もっともっと勉強をして将来ノーベル賞が取れる人がも日本人でもっともっと増えればいいなと思っておりますので、皆さんぜひ頑張ってください。そうですね、
ということで高垣さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。今日のこの時間はノーベル賞を受賞した日本の科学者展について日立シビックセンター科学館からお伝えしました。